私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様でーす。はぁ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ。はい、すっぴんドーン。たまーにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づかれない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は滋賀県は近江八幡。ルーレットは絶対。近江八幡駅到着。昔ながらの街並みって感じで癒されるなあ。あら恥ずかしい。お腹は正直ね。はいはい、わかりましたよ。あれを食べに行きましょうね。近江といえば近江牛。ステーキに丼、焼肉からしゃぶしゃぶまで近江牛を食べ尽くしに行ってやるぜ。とりあえず近江牛目指して歩いてみよう。お姉さん、旅の方ですか？はい、どうされました？もしよかったら小さな船に身を委ねてみませんか？八幡巡りにご乗船ありがとうございます。あ、思わず乗船してしまった。こちら八幡堀です。この水路は琵琶湖につながっていて、このおかげでその昔、近江八幡は商業の町として栄えました。へえ、この辺は商業の町だったんだ。この辺りは今は映画や時代劇のロケにもよく使われます。確かに素敵。大河ドラマとかに出てきそうな雰囲気。そう言ってもらえると私も嬉しいです。ありがとうございました。良い旅を。はあ、心が洗われた。忘れてた、私お腹空いたままだった。よし、近江牛目指してぐいぐい歩くぞ。ん？なんだこの甘い香りは。はあ、香りに吸い寄せられる。奇跡の要塞発見。ここはバームクーヘンの聖地、ラ・コリーナ近江八幡へようこそ。バームクーヘンの聖地とな。旅の方、焼きたてのバームクーヘンに身を委ねてみませんか？あなたはさっきの船の人？別の人です。焼きたてバームクーヘンミニセットと、ソフトクリームにサクサクのバームサブレが乗ってるバームソフト、いただきます。幸せ。甘いものだけじゃないですよ。揚げたてのライスコロッケ、アランチーノ、赤こんにゃくが入ってるカステラ卵のオムライスもございますよ。さらっと近江八幡の名物、赤こんにゃくを入れるところがにっくいね。ごちそうさまでした。幸せな時間をありがとうございました。ところでお姉さんはどなた？私は喜んでいただけると私もハッピー、通りすがりの近江の女です。通りすがりの近江の女、ありがとう。しまったしまった、あまりにも幸せすぎて近江牛を忘れてお腹いっぱいになってしまった。よし、結構歩いてお腹も空いてきた。よし、次は近江牛を。琵琶湖ドッグいかがですか？は、遠くから見ても私のイケメンセンサーが反応するイケメン発見。はあ、いきなりズーン。なんか落ち込まれてます？僕の作った琵琶湖ドッグ、皆さんに食べていただくために何度も何度も改良を重ねて作ってるんですけど、なかなか思うように売れなくて。あ、すみません、こんな泣き言取り消します。味は本当に美味しいです。お姉さん、お一ついかがですか？琵琶湖で今朝釣ったワカサギをフライにして挟んだ琵琶湖ドッグです。旅の醍醐味、魅力的。地元の方なんですか？いえ、僕は一人前の商人になりたくてここ近江に来たんです。なぜに近江に？それはよくわかりません。でもここに来れば成長できる気がして、
いかがですか、琵琶湖ドッグ。美味しいですよ。イケメンが努力を重ねて作ったご当地ドッグ、欲望のままかっくらいたいところだけど。すみません、私は近江牛を食べたくて、でも訳あって弾丸旅行で今日中に帰らなくてはいけなくて。そうですか。琵琶湖ドッグとっても美味しそうなんですけど、さっきも通りすがりの近江の女に至福のバームクーヘンを紹介されまして、ごめんなさい。もちろん、近江牛はこの町が誇る日本三大和牛の一つです。近江牛楽しんでください。あ、もしよかったら美味しい近江牛のお店紹介しますよ。ちょっと遠いんで案内します。え、いいんですか？もちろんです。旅の方に喜んでもらいたくなりました。それに気分転換に。え、じゃあ琵琶湖ドッグを一ついただきますよ。それはダメです。せっかくの近江牛なんです。お腹を最高の状態にして食べてください。わかりました、ありがとうございます。いいぞ青年。それやで、自己顕示やら見返りやらを期待せんと人のために尽くすこと、これぞ陰徳善治や。一つ成長しとるで。そうだ、もしよかったら僕もこのリヤカーを引いて琵琶湖ドッグを売りながら歩いてもいいですか？もちろんです。ずいぶん年季の入ったリヤカーですね。僕のひいじいちゃんがこれを引いて商売してたらしいんです。かっこいいし、いつか使えるかなと思って大事に磨いてたんです。じゃあ今日使いましょう。じゃあ近江牛を食べに出発しましょう。レッツラゴー。ええぞ青年、いいものであれば長く使い、長い視点で物事を考えること、これぞ始末して決まるや。また一つ成長しとるで。さとみさん、すみませんね、結構歩かせて。いえいえ、近江牛のためなら。おや、お嬢ちゃん、どうしたの？ママとはぐれちゃった。そうなんだ、名前は？レイカ。お母さんらしき人は近くにいませんね。さとみさん。急に何？僕はあなたを案内しない。でもこのレイカちゃんを放っては。もちろんです、お母さんを一緒に探しましょう。本当ですか、ありがとう。ござびばぶご、ざびばぶ。お母さん、レイカちゃんのお母さん。ママ。さとみさん、一緒に歩かせちゃってすみませんね。すみませんね。えいやえいや、迷子の子のために思いリヤカーを引きながらお母さんを探してあげるケンイチさん、これってイケメンすぎるやん。お母さん見つかってよかったね。お兄ちゃんお姉ちゃん、ありがとう。この琵琶湖ドッグ最高に美味しい。よかった。そして琵琶湖ドッグ一つ売れました。売れたというか、あげちゃってましたけどね。でも琵琶湖ドッグ最高に美味しいって言葉いただきました。イケメンすぎるやん。コーツセカンドバージョン。琵琶つとむるにおいてしんなり。青年、それやで、とにかく努力せ。商人の前に人間や。人間が商人として努力を注いだ結果、利益はおこぼれでついてくる。青年、今日一日でどんだけ成長するんや。わしもびっくりやで。着きました。ここが僕のおすすめのお店、もうもう散歩よしです。変な名前。いっぱい歩いたのでお腹も最高の状態です。そう言っていただけてよかったです。あの、ケンイチさん、琵琶湖ドッグを一ついただいてもいいですか？いいんです、いいんです。さとみさん、近江牛、お腹いっぱい食べてきてください。わかりました。あの、一緒にいかがですか？お礼にご馳走しますので。もう、残り一人前しかないよって店員さんが言ってたもん。あなたは？通りすがりの近江の牛だもん。行ってらっしゃい。お言葉に甘えます。いただきます。ご
ちそうさまでした。あれ、毎度ありね、おいしいでしょ。琵琶湖ドッグを食べて町のみんなも幸せだもん。れいかちゃんが宣伝してくれたみたいで。だっておいしいものはみんなに言いたいじゃん。はい、子供たちは特別価格10円です。もう一個ちょうだい。もう完売です。売りてよし、買いてよし、子供たちもお小遣いで食べられて喜んでいる。地域社会への貢献よし、青年よ。これが近江商人の最大の心得、三方よしの心やで。健一、お前は立派な近江商人や。もう女にも言うことはない。あの、さっきからあなたは通りすがりの近江商人だもん。終盤みんな牛に引っ張られすぎじゃない？じゃあ私帰ります。健一さん、ありがとうございました。また遊びに来てくださいね。あ、健一さんの連絡先聞くの忘れたもん。最後までご視聴ありがとうございました。ほっこりしたよって方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。